価格が1800円っていう結構高めで貴重なので、全部一つ一つの魚全部ちゃんと見てく全部名前覚えてくんやろでかいの、キモ絶対のチリに似てるやつあるんだよね誰かに似てるよ、トホに似てんじゃんパソコン室の先生に似てるえ、どうするの、生活感返してくんじゃん、うん、どうやってやる、じゃあ、いいよ、あれだってデートだと思って、いいよ、うわーすごいね、ウィンネーはいやっぱ絶対いい、え、あれ、え、これ遠いに似てんじゃん、これ、やめてん、それはないどう気色悪いよ名前もさ、昔彼氏とさ、水族館来たことあるんだけど、え、うちも昔彼女と水族館来たことあるやめてパワーワードすぎるでしょ、うちも高一の頃、うん、しかもちょっとちっちゃめの水族館だったのね、うんうん、でもずっと一緒にいたから3週ぐらいしてあも来たことあって、そう、彼氏がすごい水族館大好きな人だったので、なんかうわみたいな、詳しい系、え、詳しくはない、詳しくはないんだけど、うん、ずっと見てたいみたいな人なの、あ、だから例えばこうやってなんかいるとすんじゃん、うん、でうわすごいって言って、もう一つ一つ長いの、どう、いやちょっと嫌だかも、結構きつくない、結構きつい、あれ別に良かったんだよ、うん、別に水族館嫌いじゃないし、うんうん、けどさすがにきつかったね、全部が全部長すぎて、しかもなんか彼氏と来るって時は、うん、水族館メインじゃなくてさ、うん、雰囲気メインやん、うん、分かる分かる、ちょっと暗くてね、うん、そうそう、ちょっといい感じやん、そうそうそうなんで、けどそれをガチで、まあ、楽しむのもいいんやけど、別にガチで捉えられちゃうと、うん、なんかキュンキュンとかもないわけ、ない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 、それちょっときつかったね、え、ジェケさん、やばい、これと一緒に写真撮った感じ、触ってよ、すごくない、すごい、何考えてるんだろう、何も考えてないで、てかさ、どっちが幸せなのかな、何は、海で生きるのかさ、こうやってさ、水族館で生きるの、だってさ、ご飯はさ、うん、もう頑張らなくてももらえるやん、多分、うん、ちょっとそういうの考えてもらえない、動物園とかでもさ、うん、やっぱ水族館の方が幸せなんじゃない、幸せなのかな、うん、そう、あのね、元彼があのエイの柄、ヒョウ柄で、うん、めっちゃ興奮してたの思い出した、うわぁ、興奮されるの海なんだよねそれでその A の写真撮ってストーリーあげてた、うわー、どう、ちょ、なんかなんか尊敬してたらいいんだよ、別にそこで興奮するってとこでさ、うん、興奮したりさ、うん、そこでそんな喜ぶってとこで喜ばれたらさ、うん、うちオプスじゃないオプス、ちょっとわかるわかる、めっちゃわかる、これストーリーあげんだみたいな、しかもさ、A のことあげないのにさ、 A あげるんだみたいな、わかる、うちもストーリーあげてほしい人なの、うん、だよね、ミジンベさんみたいな、さっきより高い、一緒、一緒だよ、そう、これどうやって運んできたんだろうね、それな、そっちの方が気になるわ、え、だってこれ自然界にいるってことでしょ、そうだよ、どういう気持ちでずっと泳ぎ続けてる、それこそさ、ヒョウ柄とかもさ、なんでヒョウ柄なったんやろ、ね、すごいよね、自然となってんの、なんか誰かに似てる、そうね、うん、あ、ジキヤに似てる、うんめっちゃジキヤじゃない、わかるサメ側だ、これって人食べるのかな、食べないんじゃない、もっとヤバいやつでサメ食べるの、ジュラシックパークのやつが食べるの、ジュラシックパークってさ、恐竜でしょ間違えた、なんだっけ、ジョーズ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 、あれジョーズのやつは本当にさ、実在するの、そうだよ、本当の話だよ、すごくない、不思議な世界あ、そろそろ触ってみたい、ね、わかる、だから石場泳いでみたい、ね、泳いでみたいなの、すごいね、思考、水族館でなんか何も考えないでいいかも、確かに癒されるかも、見てるだけでいいもんね、うん、会話とか別にいらないね、いらない、いいかもね、デートにはいいかも、しかも暗いのがいい、あ、確かに、別に漏れなくてもまずグッドやん、確かに確かに、しかも暗闇の中のこの水槽からの光で漏れる、うん、確かに、でしょ、暗闇の中のやつって漏れるもんね、あやさ、あのさ、歩くの速い人無理なんだよね、え、あの男でデート中にだよ、 あ、それは嫌だかも、嫌でしょ、わかる、でもうち割と歩くの早い方やで、うん、だから合わせてくれる人がいい、え、そうなの、俺についてこいっていう人は無理だから、ま、順平とかね、マジで早いの、え、そうなので、しかも身長も高いからさ、人幅が違うの、そう、マジあいつうざいやっぱ思い出しちゃった沖縄でまあ、トーマに似てる写真、あの魚の写真撮ってくればよかった、なんでやねん、ストーリーあげたかったから、上にもいるんじゃないまさか、すごい、うわすごい、しかもちょうど新兵さんやね、え、もうこれでかでか、でもなんか水族館デートとかして、わかる、今めっちゃしたくなってきた、ね、この暗闇の感じとかね、わかる、いいよね、ちょっとエロいよね、え、怖っ、毎日何考えて生きてんだろう、これ深海魚ってこと、そうなの、ね、でっかね、ニモのさ、3000年後みたいな、同じこと言おうとしてるニモの巨大バージョン、同じこと言おうとしてる